もうすぐハロウィンだね。地球のハロウィンではみんな面白い格好や可愛いメイクをしてハロウィン楽しむるんよね。私も可愛いメイクをしてハロウィン楽しみたいな。おい、今の話聞いたか？あ、聞いたね。ララがハロウィンのメイクをしたいって言ってたね。せやな、メイクと言ったらこのハリハムハリー様にお任せや。どんな子でも可愛くメイクしたるで。おいおい、メイクは俺に任せてくれないか。俺もイケメンだけあってメイクは得意なんだ。なんや、そんなツルツルな頭して何がイケメンや。イケメンと言ったらこのハリー様や。ハリーがイケメンの時代は前作で終わりだ。今作スタートインクルプリキュアはイケメンといえばこのカッパード様さ。いや、そんなことない。メイクが上手なイケメンはこの俺様や。メイクが上手なイケメンはカッパード様だ。俺様や、俺や、俺だ、俺だ。よーし、こうなったらララにハロウィンメイクをして上手にメイクをできた方が勝ちっていうことでどうや。受けてたと。スタートインクルプリキュアのイケメン枠はこのカッパード様で決まり。キュートなララをさらに可愛くハロウィンメイクしてみちゃうよ。動画を見てるみんな、最後まで動画を見てカッパードとハリーどちらのハロウィンメイクの方が素敵かコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。ハロウィンメイク見る準備ができた人はグッドボタンを押してね。うわぁ、グッドがたくさん。ではまずカッパードのハロウィンメイクからスタート。可愛くおしゃれにメイクしちゃうよ。まずはアイシャドウ、目の上にほんのりおしゃれにアイシャドウを塗っていくよ。うっすらと塗るのがいいよね、アイシャドウって。上品な感じがララに似合ってる。次はチーク、チークはピンク色で塗っていくよ。チークもほんのり、うん、素敵だね。そして口紅も塗り塗り。口紅は塗りすぎないことがコツ。うん、かわいい。ちょっとおしゃれな魔女を意識したメイクだよ。メイク以外の小物もぬりぬりしていくよ。まずはかぼちゃの帽子、これはかぼちゃの色でぬりぬりしていこう。かぼちゃの色といえばオレンジ色だよね。お目目は黒に、三角形のお鼻もギザギザしたお口も黒で塗っていくよ。なんでハロウィンってかぼちゃが必ずあるんだろう。誰か知ってるかな。もし知ってる人がいたらコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいな。かぼちゃの葉っぱは緑色、やっぱりララには緑がよく似合うね。お洋服もハロウィンカラーで塗っていくよ。オレンジと黒のハロウィンカラーはどんなパーティーでもおしゃれで目立つよね。
かわいいお化けのキャンディーもぬりぬり。ララのキャンディーだから緑で塗っちゃおう。帽子のこの部分と棒の部分はオレンジ。ネイルもおしゃれしちゃうよ。キラキラネイルでハロウィンパーティーで目立っちゃおう。とっても素敵。指輪もつけて出来上がり。ララをおしゃれにハロウィンメイクしたよ。ハリーはどんなメイクをしているかな。ちょっと見に行ってみよう。よし、次は俺の番やな。カッパードもなかなか可愛いハロウィンメイクをしとったけど、ララの個性を生かすためにとてもおしゃれなメイクに挑戦してみようと思うんや。ハロウィンでしかできないハリーのおしゃれメイクスタートや。まずはアイシャドウ。アイシャドウはこちら側をピンクで塗りにして、そして目の下もピンクで塗りにしていくで。そうそう、こんな感じ。こんな感じでぬりぬりしたら、この赤色をほっぺたの方までトン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 と塗っていくで。そしたら反対側はブルーでアイシャドウを塗り塗り。目の下もブルーで塗って、反対と同じようにほっぺのところまでトントンと塗っていくで。そしたらワンポイントおしゃれで、こっちのほっぺにハートマークを描いていくで。おしゃれやな。そして口紅を真っ赤に塗り塗り。こんな感じどっかな。あ、こっち側もちょっと塗ろうか。こんな感じで OK や。そしたら髪の毛もおしゃれしていくで。こっち側はブルーに塗り塗りしていくで。髪の毛の全部をブルーにするのじゃなくて、一部をブルーに塗り塗り。反対側はピンクで塗り塗り。おしゃれやな。次はお洋服もブルーとピンクで塗っていくで。こちら側はピンク。そして反対側はブルーで塗り塗りや。素敵やな。首元には黒のチョーカーをつけるで。
キャラのおしゃれハロウィンメイク出来上がりや。左側はピンク、そして右側は青に塗り塗り。どうや？とっても可愛くおしゃれにできたやろ。上級おしゃれハロウィンメイクの出来上がり。動画を見てるみんなはハッパードとハリーのハロウィンメイク、どちらの方が上手で可愛いと思ったかな？カッパードのハロウィンメイクの方が可愛くて上手だなと思ったら、コメント欄にカッパードって書いてくれると嬉しいな。ハリーのハロウィンメイクの方が可愛くて上手でオシャレと思ったら、コメント欄にハリーって書いてくれると嬉しいな。カッパードとハリー、どちらの名前の方が多く書かれるのかな？気になる。みんなのコメントお待ちしてるよ。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録ボタンも押してください。コメントグッド、チャンネル登録お待ちしてるで。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。